前回のあらすず。前回はなんかいろいろ死にました。畑とかいろいろ作るとかほざいていながら死にました。木とか家とか作ります。食品場も作ります。で死にました。死にすぎて僕の昨日の先週の動画はもうほとんどが死んでるね。ひどいねこれは。なんだにやったらこんなね。で、エンダーマンが来るとこからスタートです。パート4。びっくりした。やば、エンダーマンにびっくりするとか何年ぶりだろうな。まあいいや、来いよ。どうしたビビってんのか。おい、来いよ。こんちくしょう、てめえのエンパーが欲しいんだよ。オスだったらいい、メスなら許さねえぜ。睾丸もらってもいいですか。君の睾丸を食いたい。え？てめえ。判定クソだな。畜生が死ね。はあ、エンダーマンってほんと嫌い。マジで不気味すぎるわ。テレポートすんだし、あいつがテレポートしなかったらまだ。クソが。もう松明がないよ。松明がない時ってどうすりゃいいと思うか。答えは簡単だ。クリエイティブモードにしてしまえば OK だ。今めちゃめちゃ下道なことしてるわ。クソが。まあ仕方ないよね。こんなアイテム集めるなんてね、できないもん。大丈夫大丈夫。クリエイティブモードって何がいけないかっていうとね、物をいっぱい出せるところなんだよ。ってことはね、物を出さなければいいわけよ。だからね、松明いっぱい使ったからね。はい、募集。はい、これでいいだろ。まったくしょうもないな、本当に。タイピング早いから見てて。タイピング早いから見てて。タイピング早いから。ちょ待って、タイピング早いんですよ、見てて。最近 1.8 とかやってないからわかんない。わかるよ、見てて。全然クソ。待って、行くよ。ちょ待って、行くよ。ちょ待って、行くよ。行くよ。ほらー、すごいっしょ。あ、鉄2つもある、ラッキー。この鉄、多分あれですよ、爆発で手に入れたんだな。残った残党どもね、適当に、まあ適当にね、片付けて、あれ？いない。お、来た。まあ、アイテムを持っていた君たちは運が良かったってことでね。運が良かったね。ラッキーボーイだ。ああ、ダダダダ天使の動画僕出したじゃないですか。あのミュージックビデオってね、実はね、最初ね、僕自作で作ろうと思ったのよ。このキャラクター、今出てると思うけど、このキャラクターが反転したりしてね、もう結構大変だったんだよ。で、ファイルとかさ、まあいろいろ整理したわけよ。で、いざ AVIUT ヒロイン開いて、編集プロジェクト見よっかなって思ったら、ないわけよ。あれって思ったら、僕、保存する場所をドキュメントっていうところにさ、保存してて、そのこと全然覚えてなくてさ、ああ、なくなっちゃったって言って、素材とか消しちゃったのよ。で、ドキュメンタリーってとこ見たら、あったんだよね。あ、ここにあったんだ、よかったーって思って、開いたら、まあ、素材消したから、もちろん動かないわけよ。素材色聞いていろいろね、苦慮したわけよ。めんどくせえなって思って、結局全部削除しちゃった。まあ、とりあえず鉄をゲットして、バケツをゲットして、ラピュタみたいなの作りたい。でもさ、ラピュタ作るの大変そうじゃん。だからさ、考えてるだけで実行はしないんだよね。あ、水あった。
ここに来るまでにはこいつ多分敵対してないよ。だから僕逃げないよ。ほら逃げないから。森へお帰り。森へ帰ったか。あ、そう、あとね、なんか僕ね、あれ来たのよ。嬉しいことに支援絵がね、すごいっしょ。支援絵とかね、あの募集、常時募集していますんで。トゥう、じゃあやろっか。ここら辺作ろう。畑を作っている間に支援絵を紹介します。こちらででん、甘酒ゆっくり実況者さんから、DM できました。ありがとうございます。これこの人 YouTube のチャンネルを持っているみたいなので概要欄に貼っておきますので、興味のある方は登録しておいてください。DM に常時募集してますんでよろしくお願いします。今からコップというかね、あのコンポスターを作りたいと思います。コンポスターの作り方はね、実に簡単なので、皆さんもね、ご家庭に木材がありましたらコンポスターを一度作ってみてはいかがでしょうか。お、できた。コンポスターの作り方をね、お教えしましょう。まず畑ありますよね、ああいう畑、こういう畑にねポンと置きます。それでこういうね、植物系のこういうやつあるじゃないですか。花とか種とか芋とか人参とか食べ物系、野菜系のまあアイテムあるじゃないですか。そのそういうアイテムをこういうコンポスターに右クリックをすることによって、このうんこみたいなのが溜まっていきます。うんこみたいなやつをマックスまで溜めましょう。こういうフケみたいなの溜まります。でこのフケを右クリックすると骨粉になります。で骨粉を作物にやったら小麦になるんですよ。でこのアイテムどうしてね追加されたのか、あ間違えた、追加されたのかって言いますと、まあイージーノーマルハートだとスケルトン巻くじゃないですか。でスケルトンの骨をクラフトしてコップになるわけですよ。じゃあピースフルの人はどうやってコップ手に入れるのかっていうと、まあピラミッドのチェストの中ぐらいしかないですよね。要するにレアになっちゃうわけです。そうなった時にどうすればいいのかっていうと、あのコンポスターが追加されたわけですよ。ということで今回はここら辺にしていきましょう。